皆さんこんばんは、りさです。ちょっとめっちゃ声響いてた、ほんとすいません。ちょっとまだカーテンを買ってないので声がかなり、ちょっとドア開けよう。全然変わんないかもしれない。皆さんこんばんは、りさです。5月にですね、私お引越しがあったので、ちょっといろいろ買い物は控えていたので、今月の購入品動画はお休みになります。その代わりに私が最近使っているお気に入りのものを今日は紹介していこうと思います。最近買ったってわけじゃないものもあるんですけど、 1,2,3,4,5,6 6種類紹介していこうと思います。では1つ目、こちらは購入品先月だったかなで紹介したかと思うんですけど、恵比寿のね、改札出てすぐのところのお店で買ったものになるんですけど、サンタール・エ・ボーテ・オート・トワイ、リリー・ガーデニアの香り。リリー・ガーデニアの香り、ちょっとイントネーションが分かんないですけど、これは私がすごい好きな感じの匂いで、すごいトム・フォード大好きで今でも使うんですけど、ちょっと今春夏に向けて少しライトな香りとかも使いたいなと思っていて、それにすごいちょうどいい感じの香りになります。なので結構最近お出かけするときはこちらを使っています。これはね、お気に入りですね、最近の。やっぱ季節によってね、香水は変えたくなるので、今はこれ使ってます。では2つ目、よくリプとか YouTube のコメントでもいただくんですけど、やっぱり 小鼻とかの黒ずみとか詰まりとかが気になるっていうリプが結構来るんですけど、まあ最近あんまり使ってないんですけど、クラリソニックを使ったりするんですけど、本当に部分的な時は私はこちらを使います。じゃん、つるり、つるりの小鼻ブラシになります。でよくあるけど、これ先端が、なんでこんな出てきたんだけど、なんで粉が出るの。小鼻のところをくるくるして、あんまりやりすぎると多分傷つけて肌に良くないとは思うんですけど、まあ詰まったなって思った時に、洗顔する時に一緒にくるくるくるってすると結構いい感じになるので、これも部分的に使ったりしています。まあお手頃だし、フラリだと全顔になっちゃうんで、こういう細かい部分だとこういうちっちゃいやつがあるとすごい助かるかなと思います。まあ、ね、いろんなところから出てるのでね、まあ、これじゃなくてもお気に入りっていうものがある人は結構いると思うんですけど、私はこちらを使っています。では3つ目はこちらですね、ボタニストのヘアオイルになります。で、ボタニストはシャンプーもリースも結構好きで、まだ残ってるからお風呂場で使ってるんですけど、ボタニストのシャンプーも好きなんだけど、意外と私はオイルが好きで、これはアップル&ピーチっていう香りになってるんですけど、ポンプ式で結構出しやすい、楽っていうのと、あとは思ったよりオイルが、サラサラなんですよ、サラサラで、香りも結構割と好きで、で私の場合は髪の毛が濡れていて、乾かす前にこう毛先を中心につけて、それからドライヤーをかけると結構調子いい感じで、髪の毛ね、ダメージ結構受けてるのでいい感じになるので、これを使っています。オイル結構こう出すやつだとすごい面倒くささがあるかなと、毎日使うものだと。なのでこのポンプ式はすごくありがたいです。結構いろいろ使ってるんですけど、なんだかんだ毎晩使ってますね。もう半分ぐらいになりますから。なので結構これも気に入っています。3つ目はですね、こちらになります。こちらはタイの購入品で紹介したものなんですけど、これちょっとすいません、私読み方が分かんないんですけど、ランプバーガーパリスって読むのかな。ちょっとこれプリントですここにあるんですけど、ちなみにこちらアルコールランプになっています。でここに石があってロープが入っているので、アルコールランプみたいにここに火をつけて20分ぐらいしたら1回火を消して、このちっちゃい中の蓋を取っておきます。でこうやってしておくと、多分熱で香りがさらに、アルコールだからかな、分かんないんだけど、広がる感じで、結構リビング広めなとこに引っ越したんですけど、匂いが結構充満するぐらいパワーがあります。
なんか最初私間違えて、使い方をすごい間違えてて、火消した後これをそのままにしてて蓋を閉じてたんですよ。で、これをいいよって紹介してくれた友達に、え、全然匂いしないんだけどみたいなこと言ったら、いやバカじゃんみたいな、火消した後これ取っとくんだよって言われて、っていう無駄な使い方をしてしまったんで、もしちょっと気になってる人は気をつけてください。20分ぐらい火をつけて、一旦中の蓋で火を消して、で、そのまま放置で、匂いが結構充満してきたなと思ったら、もういいかなと思ったらこちら最後蓋するっていう感じのものになっています。で、これはなんかね、最初こんぐらいのサイズのアルコールとセットで売っていたんですが、結構ね、アルコールランプだからか減りは正直ちょっと早いかなっていう感じはします。で、なので私は詰め替え用こちら購入してきました。ちなみに私が使っているのはセンシュアルブーケという香りになりますね。パフュームオイルってなってます。で、こちらアルコールなので取り扱いは気をつけてください。火の近くとかに置いとくとすごい危ないので気をつけてください。で、私はこの匂いがちょっとね、直接嗅ぐとかなりすごい匂いな、アルコール含んでるんですごい匂いなんですが、びっくりしたすごく私はこの匂いが好きですね。で、これ空っぽになっちゃった場合も、ロープとあとこの上の石の部分がもうこの匂いが染み込んでるので、一回この匂いを使ったら、この何ランプはそのオイルだけになります。違う匂いを試したいなっていう場合はこれごと変えるか、もしくは中のロープと石の部分を交換すれば使えるみたいですね。なのでかなりね、香りの種類がめちゃくちゃあるんですよ。何種類だったかな、パンフレット見ただけでもかなりあったので、まあ嗅いでみて本当お気に入りだなっていうものを買った方がいいかと思います。一回使っちゃうとね、簡単には変えられないのでっていう感じですね。で、ちなみに5月のキャンペーンかな、私ネットで買ったんですけど、この1リットルのやつ日本注文してたんですけど、なんかセットで日本価格っていうのができてちょっとお得に買えたので、そういうキャンペーンも毎月やってたりするのかなっていう感じなので、お得な時にまとめ買いとかもいいかと思います。値段はちょっと載せておきますね。これは結構最近のお気に入りです。パワーがあります。5個目のお気に入りはこちらです。ブラシです。で、ちょっとこれもう商品名がこんな感じのロゴのものなんですけど、これの何がいいかと申しますと、こう見てください。ちょっと長いのと短いのっていう感じになってます。で、この長い部分が結構ね、長さがあるんですよ。美容室とか行くとこうやってブローしながらこうやってこっち側から当ててこうやって綺麗にカールさせてくれるじゃないですか。でも今まで私が持ってたのってなんかこう短いのだけだったんですよ。こう二層構造になってなくて、でいつも一人でこうやってやってみようと試みるんだけど、ここでうまくこうカールしてくれなかったんですけど、これめっちゃ絡み取ってくれるっていうか、なんていうか長いこの部分でこう集めつつ、なんていうのかな、まあ要はこう見てもらったら分かると思うんですけど、片手で超イージーに着込めるんです。巻き込めるから、こうやってやりながらドライヤーやってもこうちゃんと、ここね、ほら、わかります？ちゃんとこう、美容師さんにはかなわないんですけど、美容室でやるよりは全然なんですけど、ちゃんとカールで、一人で、片手でできるんですよ、カールが。多分まあ、同じようなものあると思うんですけど、私こういうタイプじゃなくて、この短いのだけのやつを使ってたので、うまくブローできないなってすごい思ってたんですけど、超簡単にできます。今まで結構出かける時とか癖毛なんで、仕事行く時とか結構ストレートのアイロンかけてから行ってたんですけど、やっぱりダメージとかもこれから紫外線だったりとかカラーもしたりブリーチしたりって気になるしって思って、これを見つけてですね、そしてこうやって乾かすだけでなんとなくふんわりストレート毛先カールみたいな感じでセットができるので、これめっちゃ気に入ってます。ちょっと商品名が分かんないのが悲しいんですけど、これはね、六本木の松清で買いました。なんか気が向いて買ったやつ
気が向いて買ったらすごい良くてびっくりしたやつです。これちょっと今までブローを一人で綺麗にできなかったよっていう人とか、まあ、特にロングの人なんですけど、すごいおすすめです。私はこれ買って良かったなってめっちゃ思いました、はい、で最後になります。最後はこちらです。ロレアルパリのフォクシールパピオンマスカラのブラックの1番っていうやつです。前からあったと思うんですけど、このブラシの構造を見てください。こっちからこうちょっとなんだろう、長さが変わってるの分かりますか。なのでこうやって引っ掛けやすい、しかも長さがあるから下間も割とこうカーブしてやりやすいっていうのがあって、コームタイプだからっていうのもあるし、なんていうのかな、ドバッとつかなくてセパレートしてくれつつボリュームをしっかり出して、まあロングも出るよっていう感じですね。私的にはまつげはボリュームタイプが好きっていう人はすごいおすすめのマスカラになります。ダマになりやすいよっていう人にもこれはおすすめしたいかなと思います。これマイリトルボックスに入ってたんだけど、今までマイリトルボックスに入ってた中でかなりいいなと思うものの一つです。というわけで今回は最近の私のお気に入りの6つの商品を紹介してきました。引っ越したばっかでいろいろ他に買わなきゃいけないものがあって、あんまりコスメとかって買ってないんですが、まあ6月はもしかしたら買ってたものがあったら購入品動画、そうじゃなかったらお気に入り、もし購入品とお気に入り両方あったら両方動画出しますという感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。